日産ディーゼル、スペースランナー A1 ステップ MFBM 車体、PKGAP35UK、伊豆箱根バススペースランナー A は、日産ディーゼル工業 UD トラックスが販売していた10から12メートル級の路線、自家用大型バス。日産ディーゼルの大型路線バス形式名称としてはという変遷をたどったが、当記事ではこれらすべてのうち U、UA 以降を扱う。 同社ではかつては特に車種名は設けられず、上記名称で故障されていたが、RA の途中より、スペースランナー RA という車種名が付き、AP には、スペースランナー A と命名された。なお、日産ディーゼル工業と、三菱不走トラックバスの業務提携により、スペースランナー RA のノンステップバスと自家用車が、 OEM 供給されて販売されたエアロスター S については三菱不桑エアロスターエアロスター S を参照のこと。日産ディーゼル工業のバス製造事業においては他のメーカーとは違い、自社内もしくはグループ内にボディ製造部門が存在しなかった。このためボディは資本関係のない富士重工業か西日本車体工業で製造されており2003年の 富士中工業のバス車体製造撤退から2007年のスペースランナー A の発売開始までは全て西日本車体工業で製造されていた。スペースランナー A の発売開始以降もスペースランナー A のみ三菱不装バス製造で、それ以外は従来通り西日本車体工業で製造されていた。このような経緯から車種の外見が完全に変わっても、 コーチビルダー側のモデルチェンジであって、車種そのもののフルモデルチェンジとは言い難い。このため、これまでの形式の変更は、モデルチェンジに合わせた表記変更やエンジン設置方法の変更などがその要因である。かつては、1990年までは、サスペンション形式が、板バネの場合は U、エアサスの場合は UA となっていたが、1990年からは、 UA に統一され、形式末尾のアルファベットの二桁目が、板羽の場合は S、エアサスの場合は A となった。現在はエンジンの設置方法が変更になったことにより、観光型と同じ RA を名乗っており、さらに、車内のブランド仕様統一のため、2005年からスペースランナー RA の愛称が与えられている。その後、三菱不走からエアロスターが、 スペースランナー A として供給され始め、スペースランナー RA と併売されている。こちらは形式が AP となっている。生産終了時には、ノンステップバスワンステップバス、自家用ツーステップバスの3種類が存在した。また、西日本車体工業会3時までは、国内のバスでは唯一ホイールベース5.8メートルの P 尺のノンステップバスが製造されていた。 かつてはノンステップバスにおいて床面フルフラットタイプのバスが製造されていたがその後ワンステップバスをベースとした前扉から中扉までがノンステップとなるバスが製造され最終的にはノンステップバスは車高を高くして室内天井高に余裕を持たせたタイプが製造されていたリーフサスは単に U エアサスは U の後に A が入り U または UA となる。なお、リーフサスも UA に統一されてからに関しては、UA を参照。日産ディーゼル、u 富士重工 R13、3EU20 リットル北九州市交通局日産ディーゼル、U20 系は1973年に昭和48年、排出ガス規制に伴い2サイクル、UD エンジン搭載の 4R 系と、リアエンジンバス PR 系を、モデルチェンジし登場。 U2-0 系は1970年から製造されていた4サイクルエンジン搭載のリアエンジンバス PR 系に搭載していた PD-6 型を水平式にした PD-6H 型を搭載した日産ディーゼル発のリアアンダーフロアエンジンバスである。同時に 5R 系の代替として PD-6 型を出力アップしトルクをより高めたポリエチレン 6H 型搭載の U30 系も 登場している。指定メーカーの富士重工業製の車体は13型ボディが仮装された。その多くは通称 3E と呼ばれる路線専用の13型 E ボディであるが並行生産されていた1世代前の R13 ボディ仮装車も少なくない。また、西日本を中心に導入された西日本車体工業製の車体はかまぼこと呼ばれる 42MC ボディであった。 しかし、1978年以降は、全面、後面のデザインなどを変更した 53MC ボディを仮装している。このほか、北村製作所が車体を仮装した例も、新潟交通や函館市交通局などごく一部に存在する。なお、U30 系は、富士重工製のみの設定であり、西工製は存在は未確認。ホイールベースは U、U20。 30系とも H 尺、L 尺、N 尺の3種類が用意された。N 尺は路線バス用途の場合、納入事業者は北海道に多い。1975年にはエンジンの静粛性が高い4年消失式の PP-6H 型を搭載した U35 系を追加した。都市部の路線バス向けであったため、エアサス仕様は設定されていない。 1980年に昭和54年排出ガス規制に伴い U2 0 30系をマイナーチェンジして KU31 系に移行した直結冷房搭載を考慮してエンジンの出力アップが行われ U30 系に搭載していたポリエチレン 6H 型を 230PS に出力アップして搭載している4年消失式エンジンを搭載した U35 系は PP6A1 型エンジンのまま、昭和54年規制適合され、KU36 系となった。U-35 系と同じクエアサスは、設定されていない。1982年以降は、昭和57年排出ガス規制に適合し、NU36 系となった。ホイールベースは、U20、30系から、若干の変更が行われ、K 尺、L 尺。 N 尺の3種類が用意された。車体は当初、富士重工は R13 系ボディを仮装していたが、1982年に、モノコックボディとスケルトンボディの中間的な構造の R15 系ボディの15型 E、または15型 B に移行する。西高もモノコックボディの 53MC を仮装した例がほとんどだが、1983年以降、 スケルトンボディの 58MC を仮装した例がごくわずかだが存在する。シンガポール向け輸出仕様として U31RCN も存在する。車体は富士重工15型 E で日本には存在しない12メートル級である。またテールランプは西高、スペースランナーの縦型を使用しており1993年まで製造された。日産ディーゼル U ーフ重工 R15-5E PU32 リットル茨城交通1984年に昭和58年排出ガス規制に伴い PU32 系となった。4年消失式エンジンは廃止となり KU31 系に用いていた直噴式のエンジンポリエチレン 6H 型を搭載している。なおホイールベースは KU31-36 系と同じである。 1985年秋には、騒音規制の適合に合わせ、各部のマイナーチェンジが行われた。外観では、後部のエンジン開口部が廃止されている。また、インパネのデザインも変更され、透過照明式メーターとシフトインジケーターを採用した。車体は、富士重工が 5E、5バイトであるが、改良が行われ、リベットボディからゴムで板をつなげた、パネルボディになった。 西日本車体はすべて 58MC になる。日産ディーゼル、u 富士重工 R17、7EPU33 系広島バス1988年に PU32 系は PU33 系となった。エンジンは新型の PF6H 型を搭載した。ホイールベースは K 尺、L 尺、N 尺の3種類が用意され、このモデルより 機械式 AT の E マチックが設定された。また、高出力版の PUA50 系が設定された。エンジンは V8 の RE8 型を搭載し、サスペンションはエアサスのみである。ホイールベースは短尺の設定がなく、L 尺と T 尺の2種類のみとなった。富士重工製の車体は、モデルチェンジに伴い、本格的なスケルトンボディの R17 系ボディの17型、E、 または17型 B を仮装している。西高生は PU32 系と同じ 58MC である。なお、PUA50 系は実際に路線バスとして使われた例は極めて少なく自家用や高速バスに使われるケースが多かった。車体は富士7バイトの仮装例が大半で 7E は存在しない。またごくわずかに西高 58MC を仮装した例が、 存在する。UUA440K から形式の表記方法が変わり、UA の A は大型車を表すようになった。喧嘩方式の区別記号は末尾のアルファベットの二桁目に移り、リーフサスには新たに S が割り当てられた。例えば UUA440K の L 尺車の場合では、リーフサス仕様の形式記号は UUA440LSN、エアサス仕様は u u 四百440欄となる。また、ノンステップは、回 NG の3タイプがある。ここでは、まずにノンステップ以外について記述し、後に、それを述べる。u u 百四 440.510520,AK, 日産ディーゼル UA 富士重工 r 1 7 7 e u u 四 440,NSL 宮城交通1990年に、 平成元年排出ガス規制に伴い、モデルチェンジされ、UUA440 系となった。エンジン及びホイールベースは、PU33 系と同じであるが、軽尺の表記が H 尺に変更された。運転席周りは PU33 系と共通だが、1992年に衝撃吸収式ステアリングに変更されている。1991年に、 都営バス向けのワンステップ超低床バスが、1993年には、京急型ワンステップバスが登場した。V8 エンジンを搭載した、高出力車も同時にモデルチェンジが行われ、PUA50 系より高出力となった RE8 型を搭載した UUA510 系と、さらに高出力の RF8 型を搭載した UUA520 系が登場した。 ホイールベースは短尺の設定がなく、L 尺と N 尺、R 尺と T 尺の4種類の設定である。PUA50 系と同じく、d f s スの設定はなく、エアサスのみの設定である。日産ディーゼル UA 西日本車体工業 B、通 UUA442 ャン、広島交通車体は P-33 系と、同じく、富士重工は 7E、7バイト。 西高は 58MC を仮装している。また UUA510 系は、そのほとんどが、富士重工7バイトを仮装している。7E を仮装した例は、鹿児島交通グループに見られる。宮古バスにも元サンプルカーが1台在籍。西港 58MC の仮装例も存在するが、鹿児島交通が路線用なのに対し、佐賀市 A は、自家用タイプの E 型である。 UUAK 運転席このほか、陳車として、東京都交通局のリフト付け都市型庁定商バスがある。都庁管轄の新宿営業所への投入で、三菱 MP618 系と共に投入。形式は UA440 班で、1990年製のサンドアの試作車2台と、1991年製の2台。 1994年製の1台の前後台の製造となる。また1995年には、北海道中央バスに、都市提唱仕様をベースにしたエアサスのワンステップ車が2台、納入されている。k c u a a 日産ディーゼル u 重 r e k c u a ラン JR、東海バス k c u a ノンステップバスについては後日。1995年に平成6年排出ガス規制に伴い、モデルチェンジされ、KCUA460 系となる。エンジンは新型の PG6 型を搭載した。ホイールベースは PU33 系及び UUA440 系と同じである。またこの KCUA460 系をベースに、ディーゼル、蓄圧式。 ハイブリッドバスデリップが登場している。床構造は2ステップと1ステップが設けられたが、1999年には西高の手で1ステップ車をベースに前中ドア間がノンステップとなる車両が製造されている。V8 エンジンを搭載した高出力車も同時にモデルチェンジが行われ、再び KCUA521AK の1種類に統合された。 UUA510 系と同じくエアサスのみの設定でホイールベースは従来の L 尺と N 尺以外に特大サイズの R 尺と T 尺の4種類が設定されている。ただし特大サイズの 7E ボディ仮想例はない。UUA510 系と同じく長距離用のトップドア車が多いが市内専用路線バスとして全中ワイドドア車が鹿児島市交通局に存在する。 KCUA460A 系の車体は、富士重工、西高製双方で仮装されているが、KCUA521A 系については、富士重工製のみで、西高仮装例はほぼ皆無と思われる。西高製の車体は1996年に 58MC から 96MC にモデルチェンジしている。試作 CNG 車、量産 CNG 車1994年12月に、 UUA440 系で CNG 試作車を登場させ、それをもとに UA460 系を CNG 対応させた車両が1996年2月に日本初の本格的な CNG バスとして登場した。エンジンは UUA 系が PF6 型 173kW、NEUA 系は P6 型 173kW を搭載し、 1997年度には1 7 6キロワットの高出力仕様を追加設定した。ほとんどが富士重工製車体を仮装しているが、阪急バスの1台のみ、西日本車体工業製車体を仮装している。蓄圧式ハイブリッド車、エリップ KCUA460 半回エリップは蓄圧式ハイブリッド車である。地上設備の不要なハイブリッド車としての 改造扱いで1995年に登場。KCUA460 系に設定され、基本的な構造は三菱不装、エアロスターのウベックスやイスズキュービックのシャッセに準ずる。ハイブリッドシステムの主要機器は、ボルボグループのボルボエアロ製である。ハイブリッド機構搭載による重量増で燃費も悪い、軽量化ができない。 思ったほどの排出物低減効果が感じられない、路線バスで並行して要求されていた低消化に対応できないなどから、1999年に製造が打ち切られた。導入した事業者は、少数にとどまり、東京都交通局、横浜市交通局、大阪市交通局、合図乗り合い自動車のみだった。キロリットル u a 4 5 2 a 系 日産ディーゼルキロリットル UA452 系、富士重工新 7E 車体キロリットル UA452、パン富士急湘ナンバスキロリットル UA272 系ノンステップバス及びキロリットル UA452A 系については口日、2000年6月28日に、平成11年排出ガス規制に伴い、モデルチェンジされ、キロリットル UA452A 系となった。 エンジンは、下級機付きの PF6HK を搭載し、高出力車もエンジン設定で対応した。標準出力車が PF6 多型、高出力車が PF6HTB 型となる。ホイールベースは UA、UA460、e、4E0、521AK から変更され、K 尺、M 尺、P 尺、T 尺の4種類が用意されているが、 T 尺はエアサス高出力者のみの設定となる。この車から前扉付近にあるモデルプレートに表記されている形式から軸強を表す記号以降の表記が消える。車体は富士重工、西高層方が仮装している。富士重工製の 7E ボディは軽量化などの改良がされて、 新 7E ボディとなったが、同社のバス仮装事業終了に伴い2003年までの生産となる。また、西高は、高出力車のシャーシに、自家用向け E 型ボディを仮装した車両を製造し、西日本を中心に、近距離高速バス向けに導入例がある。CNG 車駆動系以外はほぼベース車である、ディーゼル車と同様である。エンジンは、プロク型1 8 4キロワットを搭載。 KCUA460AK1997 年に UA460 カムとして試作扱いで登場したフルフラットノーステップバス。K 尺がホイールベース4.8メートル、M 尺が5.3メートルとなる。ドイツ ZF 社からトルコン AT やドロップアクスルなどを輸入して製造した。ホイールが ISO 規格の熟結となっている。構造的には 車体後部に通常の KCUA460AK と同じ PG6 型エンジンを垂直横置きしている。ボディは富士重工のみの製造で 7E を仮装する。1997年に製造された初期車は都 AA バス、名古屋市 A バス、京都市営 a バス、熊本市 A バスに投入されたが、すでに全廃となっている。このうち最後に廃車されたのは、 京都市営バスで2013年初頭まで活躍した。翌1998年に正式承認を取り、KCUA460 カムとして発売。軽尺がホイールベース4.8メートル、M 尺が5.3メートルとなる。構造的に従来と大差はなく、屋根が若干薄くなった程度。中扉グライド仕様のサンプルカーは上徹に譲渡された。フルフラットンステップで、 整備や操作性に、何のあるエンジン、横置き搭載アングルドライブ駆動ということもあり、地方事業者への移籍者でも、すでに廃車が発生している。2016年4月時点で現役で活躍している。車両は、北海道宅食バス、光総合交通各1台、千歳総合観光バス、岩手県交通、プリンセスライン、九州山高バスのみとなっている。 キロリットル UA272AK、日産ディーゼル UA ノンステップカイタイプ、富士重工製 7E 車体キロリットル UA272 カム関東バス2000年、平成11年排出ガス規制に対応に合わせ、マイナーチェンジされ、キロリットル UA272 カムとして発売。軽尺がホイールベース4.8メートル、M 尺が5.3メートルとなる。なお当初は、 形式認定を得ていなかったことから、試作車時代と同じく UA460 カムと名乗っており、K 尺はセーブバス、M 尺は札幌市交通局が導入している。エンジンが2ステップ1ステップと共通の PG6 k から中型トラックの増トン系などに採用されてきた MD92 系の MD92TA 型に変更され、エンジンの小型化により、 客室空間が広がっている。2003年の富士重工のバスボディ製造撤退まで生産された。キロリットル UA272AK、日産ディーゼル UA、ノンステップ N タイプに試行車体キロリットル UA272 カム京都市交通局2003年から、スペースランナー RA の登場まで製造されていた、フルフラットノンステ富士重工のバス製造撤退で、 従来富士重工のみの製造だったフルフラットノンステを西日本車体工業に移管し登場。キロリットル UA272 カムカイとして発売。軽尺がホイールベース4.8メートル、M 尺が5.3メートルとなる。エンジンは F タイプが専用の MD92 系を用いていたが、N タイプはワンステップバスと同じ PF6 系、リアンダーフロアエンジンを 縦置きにして横方向にオフセットし、デフの位置をずらすことにより、リアオーバーハングの低床化を実現している。カイタイプに比べ、リアオーバーハング部分の座席が一列多く、設定できるが、カイタイプに比べ座席位置は高い。構造的には三菱不走ニューエアロスターシリーズのノンステップバスに近いが、エンジンオフセットの方向はニューエアロスターとは逆のドア側になる。しかし、 この頃から、それまで、フルフラットタイプを導入した事業者の大半が、G タイプに切り替えたため、N タイプを導入した事業者は少ない。導入したのは、京都市交通局、西武バス、大阪市交通局、名古屋市交通局、神戸市交通局など、CNG バスも存在する。なお、京都市交通局導入分は、5、三列目まで、フラット仕様、それ以外は、 全中間ノンステップの仕様で導入されている。2005年8月で生産終了となった。KCUA460A 会計、西日本車体工業が安価な大型ノンステップバスを独自に企画し、2000年から改造扱いで製造を開始したノンステップバス。天ヶ崎市交通局が導入の第一号で以後主流となるタイプである。 従来の日産ディーゼルのノンステップバスはすべてトルコン AT のみであったため MT ベースの安価なノンステを求める声に応じワンステップバスの前輪から中ドアまでをノンステップ化し後部のエンジン周りはワンステップバスと同じ構造を採用してコスト削減と MT 化を実現したタイプイスズエルガタイプ A と同様の構造初期の KCUA460 案形は H 尺がホイールベース4.72メートル、L 尺が5.24メートル、N 尺が5.55メートルで、仮想ボディは西日本車体工業のみであった。特にホイールベース4.72メートルの KCUA460 半改め方は、東急バス、横浜市交通局、尼崎市交通局にしか導入されなかった貴重な存在である。 キロリットル UA452A 会計2000年からのキロリットル UA452 案件は軽尺がホイールベース4.8メートル M 尺が5.3メートル P 尺が5.8メートルで富士重工も車体を仮装しているなお西鉄バス北九州も電車代替バスの2代目車両として導入している本説では CNG ノンステップバスについて突起することとし ベース車との共通仕様については、ベース車説を参照のこと。回、タイプエンジンは、プロック型 177kW を搭載。ベース車同様、z f 製4速 AT を搭載。ディーゼル車同様、富士重工業が製造を撤退するまで製造。形式は、KCUA460 カム回、キロリットル UA272 カム改め。 ディーゼル車同様 M 尺は軽尺の改造扱い。N タイプ2003年からスペースランナー RA の登場まで製造されていたフルフラットノンステップバス。富士重工業のバス製造撤退で従来富士重工業のみの製造だったフルフラットノンステップバスを西日本車体工業に移行し登場。エンジンはプロク型1 7 7ットを搭載。ベース車同様。 ZFC4 速 AT を搭載。形式は、キロリットル UA272 カム改め。ディーゼル車同様 M 尺は軽尺の改造扱い。G タイプ日産ディーゼル UA ノンステップ G タイプ、富士重工 R17、7E キロリットル UA452、関海横浜市交通局日産ディーゼル UA、ノンステップ G タイプ、西高 B2、96MCRA 同様。 当下規制的5キロリットルゆえ452万回クレシ交通局5速 MT が標準設定されている。エンジンはプロク型184キロワットを搭載。富士重工業、西日本車対工業両社存在する。2007年8月31日までは販売可能であることからスペースランナー RA に移行してからも導入例がある。 2006年以降車はスペースランナー RA と同等のマイナーチェンジボディとなっている。ディーゼル車は2005年8月で生産終了となった。形式はキロリットル UA452 巻回、満回、パン改め。これ以降は2ステップバス1ステップバスノンステップバスを一括して扱う。2005年6月6日、大型路線バスで初めて新長期規制に適合した。 モデルが発売開始され、アトグ RA273AK となった。このモデルより、エンジン設置方法が、縦置き横倒しから、縦置き直立へと変更されたため、シリーズ名が UA から RA へと変更された。日産ディゼル RA 西日本社体工業 BI アトグ RA273 万、名古屋市交通局エンジンは、 UA272 に搭載されていた MD92TA をベースに、尿素、SCR 触媒と超高圧燃料噴射、酸化触媒を組み合わせたフレンズと呼ばれる排出ガス浄化システムを搭載した MD92TJ 型一種類に整理された。ホイールベースは、K 尺、M 尺、P 尺、T 尺の4種類あり、T 尺以外はノンステップにも対応している。 ノンステップの仕様は AT を選択した場合を含め UA における F タイプや N タイプではなく G タイプに準じた構造である。車体は西港 96MC だが平成18年10日記保安基準に適合するためリアコンビネーションランプを JP-RM360 と同じ縦並びにしたほかフェンダーアーチの形状や窓割りの変更。 サイドリフレクターを追加した仙台とは異なる外見が特徴。変速機は路線車が DD5 速 MT 車と ZF 車制、OD5 速 AT 車、近距離高速と自家用仕様が OD6 速 MT 車となる。なお、給油1から2回ごとにアドブルーと呼ばれる尿素水溶液を補給する必要がある。日産ディーゼルスペースランナー RA。 PKG RA274 パン、川崎市交通局2006年6月、路線用5速 MT 車と自家用、使用6速 MT 車の一部が、平成27年燃費基準達成をした、PKG r a 2 7 4 a 型になった。国内初の重量車燃費基準達成車となった。また、合わせて、新長期規制に対して、PM の10%減を達成している。 一方、自家用 T 尺以外の6速 MT 車と5速、AT ノンステップ車に関しては、エアロスター S と共に2007年9月頃にマイナーチェンジされ、新長期規制に対して PM の10%減のみを達成した PDGRA273AK になった。全モデルと同一形式の MD92TJ 型220。 キロワットであるが、もともと RA273 発売時から燃費基準をクリアする燃費性能を有していたことから、後日の汎用ランプ搭載者以外は内装、外観ともに RA273 系とほとんど変わらず、リアウィンドウの左下にあるステッカーくらいしか判別材料がない。PKGRA274A k は、 平成27年度燃費基準達成者の緑色のステッカーで識別可能。また、2006年12月以降の新車には、新たに燃費基準達成の緑色のステッカーの上に、低排出ガス重量車 PM10% 低減の青色のステッカーが追加されているため、こちらでも判別可能である。また、変速機も前、モデルと同様であることから直結後 MT。 OD 付き 6MT と ZF 製 OD 付き 5AT の設定である。なお、スペースランナー A と異なり OD 付き 5MT の設定はない。その後、スペースランナー RM JP アロミディ i s 発売と、ほぼ同時期の2008年1月より、バルブ交換の容易化のため、リアランプが縦型テールランプから、三菱不走エアロスターと同じ。 ゴールドキング製の汎用ランプに変更された。スペースランナー RA とエアロスター S は外観に全くと言っていいほど差異がない PKG RA274 万ンンジン西日本鉄道なお日産ディーゼル工業と三菱不走トラックバスがバス事業における提携を発表したことによりノンステップバスは2007年5月21日よりエアロスター S として三菱不走に OEM 供給されている。また国土交通省には自家用形式の T 尺も認可されている。なお、5速 AT 車には P 尺が設定されていない。また、冷房使用時などにおけるターボチャージャー使用時にはマフラー音が大きくなるという特徴を持つ。2010年10月に施行される平成22年排出ガス規制には適合しておらず、10月に同社のボディーメーカーである。 西日本車体工業が解散したことにより、8月末をもって製造を終了した。こちらは UAK と同じくリアアンダーフロアエンジンの縦置き横倒しが採用されている。三菱不走、エアロスターの OEM 供給車である。車体は三菱不走バス製造製であり、窓ガラスには朝日ガラスのロゴ状に三菱グループのスリーダイヤが彫られている。 また自家用2ステップにはホイールベース4.8メートル車は設定されていない。日産ディーゼルスペースランナー APKGAP35 ウム神奈川中央交通2007年10月30日に発売された。三菱不装エアロスターの PKGMPK が日産ディーゼルに OEM 供給されるものだがエンジンはフレンズを用いた。 UD 製の MD92 エンジンが用いられている。エンジンそのものは UD 製であるが、ハンドルのエンブレムを除き、運転席などは UD からの OEM でない三菱、不走車と同じである。5速 MT のみの販売であるが、RAK には設定がなかった OD 付き5速仕様が UAK 以来久々に設定された。なお、直結5速仕様も選択できるが、 UAK 同様オプションである。エアロスターには、ノンステップ車が2009年4月16日に追加設定されたが、スペースランナー A は、ワンステップ車及び自家用ツーステップ車のみの販売であった。日産ディーゼル、スペースランナー A ノンステップ LKGAP37FK セーブバス2010年5月27日、平成21年排出ガス規制及び重量車。 燃費基準適合車として発売。平成17年排出ガス規制基準値に対して、窒素酸化物の65%低減、粒子状物質の63%低減を達成している。エンジンが三菱不創性 6M60 に変更され、排気量が減少。可変ノズル弁式ターボを採用。排ガス浄化機構は、尿素、SCR 触媒に加え、 再生制御式 PM 低減装置を組み合わせている。トランスミッションは前モデルの5速 MT が廃止され、6速 AT に変更された。UD トラックス製大型バスの AT では従来、ZF 製が採用されてきたが、当モデルでは、アリソン製が採用された。本モデルより、スペースランナー A にもノンステップ車が供給されるようになった。ノンステップの形式は、 AP37 系となる。ただしホイールベース6.0メートルは設定なし。RA 同様に UA での F タイプや N タイプではなく G タイプの構造のノンステップバスである。2010年に三菱不走との提携が終了。その後は提携中の発注分を生産していたが、2011年4月頃に納入が終了し、UD トラックスのバス製造事業はその歴史に幕を。 閉じた。冒頭にも少し記述したが、U,UAUA の車体は、富士重工業製と西日本車体工業製が存在する。富士重工製は東日本、中日本を中心に全国で、西工生は京都市交通局異性の近畿、山陽、九州地方で導入されていた。しかし、富士重工が2003年3月をもって、 車体仮想から撤退した後は、スペースランナー A を除き、全国で西日本車体仮想の車両が導入された。撤退直前の2002年11月には、東京都交通局と神奈川中央交通に UA452 が導入された。なお、富士重工撤退以前の東日本、中日本で西高仮想車が導入された事例は、自家用、 特定輸送用を除くと、1999年に、東急バス、横浜市交通局が、当時西港でのみ製造していた、部分ノンステップ車を導入した例などがある。また、富山地方鉄道と宮城交通に、それぞれ1台ずつ、西港下層の遊泳系が在籍しているが、これはもともと、東日本、中日本地域で、自家用バスとして使用されていた車両である。 全面形状が KO バスの UJP211NTN に準じたものになっているのが特徴である。ちなみにスペースランナー A の車体は前述の通り三菱不走バス製造性である。前述の通り新長期規制に合わせて2007年から日産ディーゼル工業と三菱不走トラックバスはバス事業における相互提携を行っていた。そのため、 2007年以降に販売された大型路線バスに関しては以下の通りだった。2010年10月29日付で三菱不装との合弁会社設立に向けた協議及び OEM 供給の打ち切りが発表された。これによりスペースランナー A の発注受付が終了した。UD トラックスは2011年4月に最終の入分を納入し販売終了。 その後輸入バス販売を模索するも断念し、この2011年をもってバス事業からそのまま撤退した。ありがとうございます。